お疲れ様でーす。ちょっと飛行機がね多いで、あのピンマイクでこれ撮ってますんで、もういいですよね。いつもこれあのセミナー動画撮ってる時に、なんかこれに俺がついてるやつですわ。ついてるでしょ。あれで山奥で撮ってるんですよ。蚊と戦いながら。で今日はまあ皆さん結構コメントであったように、ちょっと道具紹介してほしいとかいろいろ言ってたんで、まあ今ちょっと車に乗ってるやつをパッと出しただけなんで、あるないがちょっとあるんですけど、まあちょっと今あるもん、まあパッとね、普段から車に乗しとる道具っていうのでも結構あるなと思って、今ちょっと出してきてね。そうそう、ちょっと大変ですけど、ちょっと説明いろいろちょっとしてきますんで、はい、じゃあちょっと聞いてください。まず、まあ養生、結構塗装で重要なんですけど、養生剤ですね。マスカーは、マスカーっていうね、はい、これはあのテープとビニールが一緒にくっついてます。ああ、そういうのもあるんですね。そう、ガムテープです、ガムテープがついてて、でこのビニールは、まあ、ただ普通のビニールじゃなくて、あの塗装専門のちょっと静電気で加工してる、静電加工って言うんですかね。でわざとくっつくんだ、あれ。そうです、あのくっつくのが俺ら素人だとちょっとハンってなるんですけど。そうです、あの塗料がくっつきます。へー。じゃないとあの風吹いた時に飛んでちゃうんで。あ、結構粉状でペンキでつくじゃないですか、飛散したものが。で、その、あ、そうなの。そう、静電処理って言ってこれにされてるんですよ。コロナとかマスカっていう塗装専用なんで。あ、マジか。はい、これがバタバタってそれされてないとパーッと取れちゃうんで。あ、そういうことね。なんでそういうふうにできてます。ちなみにちょっと引っ張ってみようか。はい、こういう感じですね。で、これをつけて、このタブレットつけて、これここにつけるかなと思ったら、なんでそっち行った。まあいいやと思って、こっちもう俺ここ行こうとしたらそっち行ったもんね。あーと思ってここ行ったんだけど、やっぱり言うわ。で、こういう風に、はい、伸ばして、あのハサミとか、ハサミで切って、はい、切って、まあ、手で切る人もおるけど、ちょっとこれマイク入れちゃったけど申し訳ない、こうやってこうやってやるんですね。はい、で、この長さがいろいろあるってことでしょ。そうです。これが550とか、はい、1100とか700とか。700はないです。あ、700ないです。そこなんで突っ込んできた。いいじゃん。厳しいですね。そこ厳しいですよね。色の違いは何？メーカー？まあ、メーカーじゃないです。長さで僕選んでます。あるんですよ、これ。そういう緑色が1100とか。変えれます。頼む。で、自分でこの1100でも何種類もあるから色が。そうです。で、うちはもう緑、あの1100は緑にしようとか。そうです。この550は茶色。ほんで、なんかコメントでこれ550なんで使ってねえんだとか、550使ってるの。あ、そうですね。あの僕らも、あ、ほとんどの塗装屋さんは多分緑が550ですね。にしてんだ。してます。僕ら一回発注間違えて、そっからあのもうそれ 逆になっちゃってるから、だから今変えちゃうと今戻しちゃうと、ごちゃごちゃしちゃうから、こうやってパッて見た時に、こうやって入ってる時にこれが550だ、これが1100だとか分かるように色を分けとるんだ。今戻しちゃうと、もう、もうあ、どっちだどっちだって。はい、はい、じゃあちょっとここ始めようよ。はい、1100で、いいですか。いいよ。もうちょっとずらしちゃって、はい、またハサミで。うん、次は伸ばします。うん、またマイクかけちゃったっすね。はい、こんだけ長いってことね。そうっすね。窓の大きさだったり、養生するものに対して変えてます。そういうことね。はい、あと紙テープ、あの歌舞伎っていうマスキングテープ、はい、歌舞伎、歌舞伎いろいろあるんですよ。サスケとか、スーパーサスケとか。同じメーカーじゃなくて、いろんな歌舞伎っていうメーカーなの。いや、カモイっていうメーカーです。カモイさん、あのそのそうす、武蔵とか。武蔵とか出しちゃう。サスケ、サスケ。鴨居さんが。そうです。大好きなんで。じゃあ鴨居さんにちょっと一言お願いします。はい、鴨居さんめちゃくちゃ大好きです。僕あの本当にもう塗装業界入ってからずっと鴨居使ってます。本当にください。くれたら毎回あの上に。そうですね。もう鴨居の服着ます。鴨居の服着ようか。はい、あ、いいねいいね。撮影中はね、はい、鴨居っていうね。はい、ヘルメットにじゃあの鴨居ステッカー貼ります。あ、電話していようよ。そうですね。ちょ、俺ちょっと電話するわ。今日中に必ず電話しますね。これ報告します。で、あの OK 出たら撮影行こうよ。カモイの工場かなんか。カモイのあのちょっと話ちょっとずれちゃうんですけど、あのカモイさんの YouTube あるんですよ。僕それ見たんですけど、マスキングアートみたいな。すごい楽しそうで。あ、それに一緒に出させてもいいじゃん。出させてください。ねえねえ。あ、ちょっと職長さんかなんかがいてやってるんですけど。あ、電話してみる。はい、一緒に。コラボします。はい、コラボで。はい。じゃあちょっと長くなりましたので、今日は道具紹介終わります。まだ見ちゃいましたけど、まずかってしか言ってない。はい、ちょっとエンジンかかって、うまい最近ほんとうまい。あんまりまたうますぎてもコメントあれるしね。そうですね。手足最近調子乗ってるって書かれるもんね。まだ書いてないです。それ自分の俺が書いてる。ちょっといいですよ。はい、まだまだじゃない。テープも一応使い分けてて、サイズが細いやつだったり太いやつ、はい、はい、まあ、サッシュの幅が太ければ。ああ、そういうことだ。はい、とかあの、まあ、紙テープ1本だけ貼りますよ。例えば軒天と壁の取り合いですね。
うん、軒天と壁の取り合い、壁がこれ立ってる軒天、うん、色変えますよって時、うん、天井に、うん、その細い線だとハケが何ていうんですかね、太い方がはみ出にくいじゃないですか、はい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 、紙テープ一本の時、はいはいはい、あ、意味わかんない、ちょっと待ってくださいね、だからだからこ行かない方だもんね、関係ないじゃん、そうです、ちょっと待ってくださいね、うん、あ、マスカーを上に貼る前提の話か、マスカーを貼らない前提です、いい、例えば、うん、天井があって壁でこう色を分けたいです、うん、で、紙テープ一本貼るの、うん、貼るじゃないですか、うん、いちいちマスカー貼るの、うん、爪が伸びとんね、そうですね、そうですね、これ絶対綺麗じゃん、めっちゃ綺麗だこれ、ちょっと気になる、触傷としてちょっともう一回手を打って、この爪伸びとるね、気になるでしょ、デラミットシーでしょ、俺意地悪してる、意地悪、バーナーさん、もうあの戦場から決めておいて、こうやっていじったの、ごめんなさい、それもう受けたじゃないですか、それはもうそれはもう全然受けたじゃないですか、もう本当にもういろいろ食べますよ、これもパクってこっちは塗る側だとして、うん、こっちは塗らない側で、うん、貼った時に細いと勢い余った時にはみ出てるじゃないですか、うん、あーそういうことね、単純にそこか、単純にそんだけですね、うん、で太い方があのはみ出にくいですよね、だから全部こっちでいいじゃん、だからそのサッシの時は別にこっちの方が値段とかもいろいろ違うんで、ああそういうことね、そう使い分けてます、あと分厚い方があのコントロールしにくいです、ああ貼りづらい、この角をこうやって取る時とかでもなんていうんですかね、あ本当はデキは細いやつの方が貼りやすいんだけど、そうですね、作業性は大きい方が、まあ、あのミスは出にくいよっていう、そうです、こっちの方が小回り効くんで、ああなるほどね、で分けてます、プロだねそこはやっぱ、そうですね、道具の使い分けですね、道具の使い分けですね、はい、使い分けしてます、まあ、カメラマンとかでもあるんですか、ありますね、うん、得意な道具とかやっぱ あるんですか、はい、あ俺はあっちの方がいいわとかありますね、三脚とかこうやって振ってきますよね俺あーってやつだ、顔がピピって見えて根元がピピってやつだおー降りたみたいな降りたみたいなでこれ色が違うのは何、あ今ないか、色はまあもう一個使うとしたら紫色のペイントエースっていう、うん、それは何が違うの、粘着の強さが違ったりとか、ここの粘着が違うんだよね、そうです、この強さが、ここので、その粘着が弱いと、うん、塗料塗った時に剥がすじゃないですか、うん、撤去する時にでビリって途中で破れちゃうんですよ、あー粘着弱いと、カリカリカリってやって、うん、やってまたちぎれて、うん、まず油性だって特にじゃない、そうです、多分吸い込んじゃったりするで、そうです、ロスじゃないですか、うん、なもんで鴨井さんのその歌舞伎だとちょっと強いんですよ、あーこれは強い方なんだ、でその紙自体も強いんで、うん、あのスーって取れるんですよ、うーん、あとは弱いと逆にあの軒天とかさっきも話したんですけど、うん、あの剥がれやすいところ、あ塗料が剥がれやすいところに紙テープ貼る、例えば軒天塗りません、うん、けど強いので貼ってガムテープとかで貼って剥がしちゃったら、うん、塗らないのに剥がしたらお客さん怒っちゃうじゃないですか、ああそうか、だからなんでめくれちゃうんだね、粘着の弱い紙テープを、そうそうそう、そうそう、俺がなんかほんと昔もう今はもう、まあ、ぶっちゃけ結構いろいろ知っとるんですけど、あのシーリングの職人と違うやつを使ったんですよ、でお前ら発注が違うもんで同じもの使えて安なるでって言ったら違うんですよ、そうすやる作業で、ーシーリングの職人とやっぱ塗装職人が使っとるもん全然違うもん、そうです、出来が一緒の在庫だったら在庫管理が楽じゃないですか、はいはいはい、一緒のやつ使えって言ったんですけど、だいぶ昔ですよ、もう今これそれ言うと、もう社長何も知らんなお前とか言ってそういうのやめてね本当にやめてねちょっとお手入ってます、頑張っとるでね毎日 YouTube 撮って夜仕事、社長授業、うん、会社の数字夜見てるからねなんか今日おかしいねこのガムテープあるよね、あ、そうです、テープ、これまた違うテープ、そうです、これはどっちかというとパイオラン、これガムテープともう一個違うんでしょ、これこれはパイオランですね、パイオラン、パイオランです、これもまた粘着が違ったりします、これよく言うよ、本当のあの引っ越し屋が使うような養生テープの、これそうですね、はい、何が違う、粘着の強さが全然違いますね、これね映像ではちょっと本当に同じように見えるかもしれないですけど、ああ、ね、色違いみたいな感じ、色違い、こういうのやっぱあのカメラマンとかこういう本当のああいうのも使う、現場で使ってますね、使いますか、養生テープは、やっぱりそうですよね、そうですね、何が違うのこれ、こっちの方が強度はあります、でこっちの方が何ていうんですかね、よくひっつきます、あなるほど、なおかつのりも残りやすいです、うん、あの直射日光とか当たった時にその、はいはい、この裏ののりですね、うん、これが残って、うん、なんかついちゃうんですよ、はいはい、差し回りにで、それ取るのがすごい大変で、ああそうです、じゃあせっかくなんで貼ってみよう、俺のヘルメット貼ろう、あ分かりましたね、はい、ヘルメットちょっと貼ってみて、はい、でバリって感じを、はい、あ音で聞いてもらって、音拾いますんで、はい、マイクくっつけるでね、はい、うん、普通に貼っちゃっていいですか、あいい、普通に貼っていいよ、ちょっと頭していいですか、うん、いいよ
ではね、本当にちょっとこれじゃあまず先に強度の方先ありますわ。ちょっと今回もちょっと待ってて、これ見てください。これちょっと映像でちょっと僕の筋肉具合っていうか結構これほら結構強いですよね。力入れないと、うん、音取ったよね多分ね。でこれとか何これ、はい、これ何これこれ何これ、ちょっと調子乗っとんねさっき戦場あたりからおかしいんだわ戦場あたりからおかしいんだわ筋肉取らないといけないかもしれないちょっとそう意的におかしいですよね。これいいですか、ちょっと剥がした感じ ね、まあ、人間の肌だとちょっとまあ多分くっつかんと思うんであれですけど、あーすごいね、あ、そういうことね。そうこんなもん、まあ、もうガムテープの強度は顔で尺長いよマジでもうなんか全然公平みたいになっちゃうよねこんなことやったら。はい、これパイオランテープ、パイオランテープ、はい、よく引っ越し屋が使っておるような。そうですね、もう本当に粘着が全然弱いやつ。ちょっとちぎって探してくれ、もう本当この感じで、もう簡単に切れて、はい、もう本当にさっきの顔についとる感じとは全然、結構綺麗な。あ、でも結構粘着力があるね。でも本当なんかすぐこういうとこつけても本当全然つかんもんね。そうです、ね。でちょっとヘルメットあるのか。ちょっともうあれやめてよ。マジでもうやめてよ。マジやめてよ。フリーですか。うん。マジやめてよ。どっちかなんか。どっちってなるよ。どっちもおかしいんだけど。もうそこ行かなかあんでしょ。そこ行かなかあんでしょ。二回目は怖いですちょっと。そっか、ちょっと2回目の反対だ。もう全然違う。ああ、そうですね。もう全然、もう頭引っ張られる感じも全然違うもんね。まあこれぐらい違う。これ何使い分ける？あんまりこれ使わないですね。あ、まあまあ何かあった時に使う。そうです。使う。でもこれはもうでも糊がつかんもんね、絶対。糊がつかないです。角とかでも貼れるんだね。はい。基本はもうこの2つですね。そういうことだね。はい。たまーにこれ。そういうことだね。はい。了解です。はい。はい、じゃあ。まあいいんじゃない、もうこれもうちょっと見てまた今度やるか。そうですね、ちょっと尺長いですよね今、はい、じゃあ今日このままにしようか。はい、またいろいろちょっと動画こういうまあ測りとか、はい、まあ、シーリングもちょっとした補修具合は登山でやるしやりますってことですよね。はい、ハンマーだなんだっていうのも持ってやってますと。はい、またこのちょっと細かい道具の解説入れますんで、また見てねー。ゲース。